はいどうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。皆さん 0.12g の BB 弾何使っていらっしゃいますか？まあ 0.12g の BB 弾、10歳以上用のエアガンを使う方はもちろんですね、18歳以上の方でもショットガンなどであえて弾の重さを変えることによって拡散させたりですとか、あとはですね、私がちょっと前に紹介しました3段カートリッジなどといった商品、そういったものにですね 0.12g の BB 弾使うことがあると思います。で、おそらくですね、多くの方がすぐに思い浮かぶのがこちらの弾だと思うんですよ。はい、こちら、ちょっとこれ新品じゃないんですけどね、東京マルイの 0.12g の BB 弾です。まあ多分最もメジャーで手に入れやすい 0.12g の BB 弾ですね。ところがですね、皆さん最近ですね、この BB 弾精度にばらつきがあることに気づいておりますでしょうか？はい、というわけで、今回はですね、そんな 0.12g の BB 弾のお話でございます。さあ、というわけで今回はですね、こちら 0.12g の BB 弾のお話なんですけども、先に言っておきます。今回私はこの東京マルイの 0.12g の BB 弾についてあくまで事実を述べるだけであって、批判をしたいわけではありません。そこは誤解ないようにお願いいたします。はい、でですね、この東京マルイの 0.12g の BB 弾、先ほどから言っております通り、ちょっとですね、最近 BB 弾の加工精度にばらつきがあるんですよ。ということで、ちょっとこちらをご覧ください。ちょっとですね、なかなか見えづらいかもしれませんけども、バリがあったりですね、あとは表面がちょっと湯じわみたいな感じで波打っているものがあるのがわかるかと思います。他にもですね、よーく見ると弾の合わせ目の段差が残っていたりですとか、そんな感じでちょっと品質にばらつきがあるんですよ。でですね、今ご覧いただいた写真、別にあれは精度の悪い BB 弾を選別して写したわけではなくて、適当にこうジャラジャラジャラって広げて撮った結果です。まあもしですね、この動画をご覧になってくださっている方で、嘘だよ、そんな精度悪いわけないじゃんって思う方はですね、実際にショップに行ってこの商品見てみてください。おそらくですね、こうやって見たらちょっとばらつきがあるのがわかるかと思います。いや、それにしてもね、昔はさ、もうちょっとこの 0.12g って多分綺麗だったよね。こんなになんかバリがあったりとか、表面波打ってたりっていうイメージが私はないんですよ。私の時はね、まだこれ1800発で300円の時代だったんですけどね、その時はね、もうちょっと綺麗だったような気がするんですよね。と、まあこんな感じでね、ちょっと最近東京マルイの 0.12g 品質が安定していないっていうのが、まあお分かりいただけたかと思います。で、そこでおすすめしたい 0.12g の BB 弾がありまして、それがですね、こちらですね。はい、こちら、これはですね、クラウンモデル、エアコッキングのリボルバーでおなじみですね、クラウンモデルの 0.12g の BB 弾です。で、このクラウンの BB 弾は割と品質がいいと思います。ちょっとこれもですね、近くで写真を撮ったのがありますので、ご覧いただきたいと思います。はい、こちらがクラウンですね。まあちょっと光の当たり加減でね、汚く見えるのもあるかもしれませんけども、基本的には綺麗です。中にはですね、若干バリが残ってたりっていうのもあったりしますけども、それでもほとんど綺麗だと思います。それではですね、実際に東京マルイの 0.12g とクラウンモデルの 0.12g 同じ条件で撃ってきましたので、その時の映像をご覧いただきましょう。
はい、こちらがですね、先ほどもご覧いただきましたけども、打った結果です。これは電動ブローバックのハイキャパですね。こっちが東京丸井の玉で打った結果、そしてこっちがクラウンです。傾向としてはですね、丸いで打った方は横のばらつきっていうのはあんまりないんですけども、縦のばらつきが結構ある感じですね。一方クラウンの方はですね、縦は割といいんですけども、横にちょっと広がっている感じですね。はい、そしてこちらはエアコッキングのワルサー P38 で打った結果ですね。こっちが東京丸いの 0.12、 こっちがクラウンの 0.12 です。まあ、やはり傾向としては同じような感じでしょうかね。はい、打ち比べた結果はこんな感じでございました。まあ、ただですね、大前提として申し上げておきたいのは、まあ、今ねこっちのクラウンのがおすすめですとは言いましたけども、基本的にはあのメーカー指定の BB 弾を使ってくださいね。なんでかっていうと、弾が詰まってしまったとかそういったトラブルが発生した時にですね、修理対応っていうのを受けてもらえなくなります。で、特にですね、東京丸井のエアコッキングの10歳以上用のエアガンとかであれば、今打った結果をご覧いただければ分かります通り、ほぼですね問題はないです。まあ、おそらくですね、これは10歳以上用のエアガンはタイトバレルじゃなくて余裕があるバレルだと思うんですよ。だからこう弾のね精度がそんなに正確じゃなくても問題なく飛ばすことができるんだと思います。ではなんでね今回このクラウンの BB 弾をおすすめしたのかと言いますと、こちらは BB 弾に精度が必要な場合ですから、タイトバレルとかそういった場合ですよね。そういった場合にはこちらをおすすめしています。特にですね、私が以前紹介した3段カートリッジ、あれはですね、精度がいい弾じゃないとダメです。一応ですね、参考までに、このレッドホークアラスカン、こちらで3段カートリッジを打ってきた動画がありますので、ちょっとご覧いただきましょう。はい、という感じでですね、ちょっと動画を撮った時は問題なくどちらも打ててしまったんですけども、しかしですね、あまり精度が良くない BB 弾を使ってしまうと、このカートリッジのパッキン、これをですね一緒に飛ばしてしまう可能性があるんですよ。なのでそのリスクを減らすためにも精度がいい BB 弾を使わないといけないわけですね。なのでこの今回クラウンの BB 弾をちょっとおすすめしたいんですよ。まあ、それとかですね、このレッドホークは結構パワーがありますので、若干バリがあったりとかしてもそのまま勢いで飛ばせてしまうんですけども、これがですねちょっとパワーが少ない銃、パワーが小さい銃というべきか、それで撃った場合はですね、弾が引っかかって飛ばないっていうことがあるんですね。で、実際あったのがコルトピースメーカー、マルシンのピースメーカー用の3段カートリッジ、あれにですねこの丸いの弾を使ったら引っかかってしまったんですよ。引っかかって弾を撃つことができなかったんですね。ということもありますので、やはり精度のいい弾を使わなければならないというのがあります。で、これは今ですね3段カートリッジを例にしてお話ししましたけども、他の銃でも大体同じですよね。例えばショットガンとかで 0.25、0.2g、0.12 という感じで重さをバラバラにしてそれで散らばせたいっていう場合、そういうのもあると思うんですけども、やはり18歳以上用の銃っていうのはバレルがタイトめである場合が結構あると思うんですよ。なのでやはりそこでも精度のいい弾を使ってあげないと銃が故障してしまう原因にもなってしまいますので、なのでやっぱりそういった場合にはこのクラウンの 0.12 をおすすめしたいですね。で、ちなみにですね、今はプラスチックの弾のお話をしましたけども、屋外で使う場合っていうのはバイオ BB 弾じゃないと基本的にはダメじゃないですか。で、じゃあバイオ BB 弾の 0.12g、 まあこれもですね東京丸井作ってはいたんですけども、最近ちょっとですね出回ってないんですよ。そこでバイオ BB 弾の 0.12 でおすすめしたいのがこれですね。これクレストっていうメーカーだったかな。そこのバイオ BB 弾はまあ割といい感じなので、バイオの 0.12 であればまあこれを使うのがいいのかなっていう風に思います。はい、とまあ今回はちょっと長くなってしまいましたけども、そんな感じでございます。はい、というわけで今回はですね、
こちら 0.12g の BB 弾のお話でございました。まあちょっとですね、今回このクラウンの BB 弾の宣伝みたいな雰囲気になってしまいましたけども、先ほど言いました通り、基本的にはメーカー指定の BB 弾をちゃんと使ってください。丸いであれば丸いの 0.12、 クラウンであればクラウンの 0.12、 基本的にはこれを守ってください。で、そうじゃなくて18歳以上用の銃に使いたいですとか、あとは3段カートリッジといったね、そういうオプションパーツを使って遊ぶ場合などは、こっちのクラウンの方が精度がいいのでおすすめですというお話です。まあ、今回の動画をですね、 BB 弾選びの参考にしていただければいいのかなというふうに思います。それでは、じゃあな。